はい今回は、えー、神田沙也加さんに関する謎とですね、えーまあ、一体何をこれ隠しているのかっていうそういうことを考えてね、えー、お伝えしていこうと思います、えーまああのまあ、ちょっと難しい内容も入るんですが、えー、ちょっとですね、えーまあ、なるべく分かりやすく、えーまあ、お伝えしていこうと思うんで、えー、今回もよろしくお願いいたします。 えーまあ、皆さんも、えー、思ってらっしゃると思うんですがこの神田沙也加さんの事件というのは非常におかしいところが、えー、ある、えー、と思うんですねであ、あらゆるものをまた隠しているってこれいつものパターンなんで、えー、一体これ何を隠しているのかと何がこれ謎なのかと、えー、そういったことをね、えー、ちょっとか考えていきます、で、えー、ちょっと最初にあのー、真面目な話なんですけど別に変なことを言うとかっていうわけじゃないんですけど まあ皆さんがね、えー、まあ僕もそうですが、あのーまあ、そのいわゆるテレビであるとかメ,メディア、マスコミであるとかそういったことをですね、えー、まあいろんなことを、えー、まあ見たり、えー、聞いたりされてると思うんですが1回それをまあ忘れるっていうのも失礼ですけどちょっと1回あの、えー、忘れた方がいいと思うんですよ。 なんでかというと、えー、神田沙也加さんがですね、えー、自丸したとか、えー、飛,び飛び降りとか、えーまあ、そういったことをこういうこ言葉が出るわけですよ、こういうメディアを通してね。でこれはな何を言っているのかというと、まあ、知らない人も、ね、いらっしゃると思うので説明させていただくんですけれどもこういったものをあの僕たち、ですね日本国民の 意識下に、えー、植え付けてるんですよこういうことをメディアでは絶対言いませんが、えー、そういったことなんですよ、何かっていうとこのあのあマスコミとかね、えー、マスメディアによる、まあ、メディア洗脳とかねメディア支配ってそういったものなんですよ、でもっと深く、えー、入ると、えー、まあそのアメリカのですねまあ、裏組織と言われているアメリカ c m a ってというものがですね 長期間にわたって人間を研究し尽くしていた結果え、そこからどういったものがえどう出るかということを全てわかっている MK ウルトラというものがあるんですが、MK ウルトラをですね、メディアを使って洗脳している可能性があるんですね、MK ウルトラって聞くとえ何がなんだかわからないかもしれないんですが、この MK っていうのは英語ですね、これマインドコントロールって言って人間の頭をえコントロールするんですよ。 だからこの事件というのは、えー、皆さんも思っていると思いますが、なんで僕は1、ねえー、回忘れていただいてとていうことなんですが、MK ウルトラの先はどこに向かって,の向かっていくのかというと、神田沙也加さんというのは自ら命を絶ったんだと、えー、そういった方向に持っていくんですよ。メディアっていいいうううのはそういう狙いがあるんでね、僕たちを騙してます。 でこういった話をすると、えー、分からないからね何がだ騙すのか、ってそのだから騙すす軽くりを今回全部考えていくわけですよ、僕らには、えー、情報がないんで不利なんですよ、僕たちは一般人なんでね、ね別にそのメディア関係者でもなければ、別に僕ね、ねそ,そのテレビ局の人間でもないんで、普通の人なんでね、えー、厳しいんですが、じゃあ何もわかんないのかっていう話ですが、そんなことはないです、僕らにも別に分かる手がかりがあるんでね、それは、まあ、皆さんにお伝えしていただいて、えー、考えていきたいと思います。 まあ最初に誤解がないように言っておきますけど全部嘘でしょうから全部嘘だと思って1回忘れてください、1回忘れた方がいいんですよ、で1回頭をあの、まあ、クリアな状態に持っていってね、えー、そこから、えー、考えていくとあ、こうやって嘘をついたんだなっていうことが分かるんですよ当然、嘘をつく狙いがあるんでね、うんでえー、まずですが、えー、根本的な問題に入るんですが皆さんがそどう思っていらっしゃるかは分かりませんが日本のマスコミを管理しているのは誰かっていう話なんですよ。 で、この事件っていうのはおかしいところがあるんですが、おかしさが全然出てこないんですが、日本の警察がこれどうなってるのかと、これ裏で操られてるんですね。それ誰がやってるのかって、そういったことを考えるんですよ。いきなり事件に入りませんよ。いきなり事件に入っていってね、えーと、飛び降りなんだとかね、えーま、窓がどうたらこうたら。そういうことに入る前にもっと大事なことがあるんですよ。それを考えることによってですね、この事件で何を隠しているのかっていうことを僕らがわかるんですよ。というか少なくとも、 えこのコンテンツを聞いているね、えー、まあリスナー様に何かをえ分かっていただきたいと、えー、まあ僕もいろいろ考えてね、えー、お伝えさせていただいてるんで、えー、まあ最初にちょっと誤解がないように言いますけど騙されっぱなしなわけですよ、僕たちがね、えー、その日本のメディアにね、うん、だからそういうのっても悔しいわけじゃないですかだから何を騙してるのかってそういうことを考えていくわけですよ。で えー、そのさっき言いましたけど全てをだましている可能性があるというようなことを考えるんですね、だから最初からこのまあマスコミというか、マスゴミの、ね、言っていることをまあ無視するんですよ、でこの事件というのは、えー、神田沙也香さんの事件というのは、マスゴミと、ね、警察の後ろにある一、えー、つの、一、まあ、つ,つのものの勢力がくっついており、それがこう見えないような意図となって、ねえー、マスコミとか、えーまあ 警察とか、ですねあとはあの、まあ、リスナー様が教えていただきましたけど、分からないなと思ったんですが、ホテルにもその国際金融資本っていうねそのものの力が張り,張り付いてるっていうね、ねホテルのねその床がねそういったものなんじゃないかっていうご意見もいただいてるんで、みんな必死に考えてるんですよ、何かがおかしいって、でそこの何がおかしいのかっていうのをまずたどり着くためのまず第一歩ですね、そんなに難しい話ではありません。この僕の カラクリをあの聞いていただければ、えー、ね自分でうのもなんなんですけどわ、えー、かりますなんでこうやって嘘をつくのかっていうことがわかるんですよまず、えー、そのねマスコミマスコミデタラメって言ってますけどなんでそうやってじゃあマスコミマスコミデタラメをまあ、言うのかっていう話なんですがこれっていうのも、えー、明確なる理由があるんですよ。 日本とアメリカの、えー、国家間の、えー、関係がありまして、日本っていうのはね、アメリカに戦争で負けているわけです。皆さんも、えー、ご存知だと思いますが、で、えー、戦争に勝ったアメリカと戦争に負けた日本という二つのこの国があるんですが、戦争に負けた日本をですね、えー。戦争に勝ったアメリカは、えー、何もしてないのかってそんなことは全くありません。えー、僕たちが学校,学校ではそれ話が嘘であり、えー、サンフランシスコ条約で日本は独立した国であると言ってますが、おそらく、えー、体裁の問題だって形式の。 問題でって日本は独立していない国である可能性が非常に高いんですねそれを口にしないだけですし,しかしそ,そういうことを口にしないんですがそういうことが起こるんですよそういうことが起こったのがこの今回の神田紗友香さんの事件であるとそういうふうにあの考えるんですね アメリカといっても、アメリカではなく、アメリカ裏組織っていうね、アメリカシーマレーっていう話なんですが、この話がまた、えー、難しいんでわからないんですが、まあ、とりあえず、まあ、そのアメリカのまあ裏組織っていうね、まあ、日本を支配しているものです、世界を支配しているものがおるんですが、えー、直接、このものたちってのは出てきません。 このアメリカ、シ、えー、C、マレーというのは世界を股にかけてね、ね、えー、裏側でかあの暗躍している者たちですので、出てきません、各国に、えー、それを、えーまあ、その指示というか、それを受ける、まあ、エージェントというのがいるんですけど、それがいるんですよ、で、えー、じゃあ、日本には、えー、誰がいるのかという話なんですよそれがいるんですよ、僕らが、えー、こう気づかないだけなんですよね。 な何かという話ですが、このアメリカ CMA のエージェント、アメリカ CMA の手先となってね、ね、えー、例えばその日本のメディアで嘘をつく、えー、そういったものというのは何かという話なんですが、<laughs> 日本人と、えー、肌、あるいは顔、えー、見た目が全くわからない、区別のつかない、そっくりなですね、えー、丸日外国人という、えー、この、えー、ものをですね意図的にこのアメリカ裏組織が日本の、えー、上層部に。いやあの 配置してるんですよ。日本の芸能界もそうです、日本の政治の世界もそう、日本のマスコミもそう、テレビもそう、スポーツの業界もそうです、日本というのはあ、あらゆるところにこの外国人、外国勢力が、えー、いるんですね、つまりマスコミの上層部というのは何を狙っているのかというと、僕たち日本人に本当のことを言わないわけですよ。 先ほど言いましたが、アメリカ神話例という、ね、アメリカ裏組織、えこれのです、ねえーまあ、得となるようなこと、えー、利点となるようなことを言うんです、間違ってもテレビが本当のことを言うなんてそんなことはないですから、えー、みんなそう思ってると思いますが、えー、そうでない人もいるんですね、まさかとかね、例えば僕がこういうことを真剣に話しても、ん何言ってんだとかって言うかもしれないですけど、真剣な話ですよ、僕らが騙されてるっていう、僕たち日本国民が騙されてるっていう、えー、大きなこれ、問題なんですよ、人が亡くなってね、それをうやむやにして、隠して。うん、で 日本の、えー、テレビとかマスコミの上層部っていうのは日本人ではない、えー、外国人、外国勢力がぎゅっと管理しております、こういった話をするので、ね、なんだとかって思うかもしれないんですが、丸日支配構造っていうね国家間支配構造ってちゃんとしたこれ概念なんですよ、僕らがこういったことをあのし知らない、教わらないだけです、しかし僕は、えー、ご説明させてた通りで、えー、容易に理解できます。 アメリカっていうねアメリカ裏組織っていうパッと見た目でわかるねアメリカのものが支配すると、えー、バレますからそのね、えー、日本が <laughs> 体裁的にはあの独立の国になるだというがばれますからわからないように、えー、まあ、そういうことをしているわけですよで、別にこれに関してその外国人と外交勢力がどうかっいう話はないんですけど さっき言いましたけどテレビとかメディアの上層部っていうのは、この、えー、外国人丸日外国人、外国勢力っていうのがぎゅっと入ってるんで、日本人に本当のことを、えー、言わないんですよ、だからさっき僕言いましたけど、全て嘘だってそういうことです、こういった、あのー、理由に基づいて物事を考えてるわけですよ、で例えばねもうちょっと柔らかい言い方をしますが、よくメディアの変更報道とかってで嘘です、嘘をついてるってこと僕らに、僕ら日本国民を騙してるってことです、やつらは僕らに本当のことを言いたくないんですよ、隠す理由があるからね。 うん、そういうあの背景の問題があるんですよ、突然ね、僕はいきなり話してて、嘘っぱちだとかって何言ってんだっていう話になるじゃないですか、こういった、えー、ことから、えー、メディアは嘘をつく、メディアの上層部は外国勢力に握られていて、僕らには本当のことを言わない、うん、そういうことを、えー、思います、あとこれっていうのはちょっと難しいんでね、えー、あんまりちょっと言いづらいこともんで、言わないんですが、これ北海道っていう場所が、ですね、えー、これ、かなりまずいんですね、何がまずいのかというと、外国勢力に抑え込まれてるんですよ。 あの北海道の警察、まあえー、道県と言われてるんですが、今回のこの事件で警察が、えー、ありますが、この北海道県の後ろ、多分首根っこギぎゅっと掴まれてるんで、警察、動けません、例えばこういった話をすると、嘘だとかって思うかもしれないん、嘘ではありません、皆様がご存知である、旭川の、えー、女子中学生のいじめの事件、これもですね何,何やら様子が分からなくて、迷宮入りしてますね、これってうのもそういった事情があるんですよ。 日本の警察、メディア、旭川の市長、政治家、そういったもののですね、まあ、上っていうか裏側にですねぎゅっと圧力がかかることによって、事件を捜査できないんですね、警察が。 でこれもまた、えー、人によって解釈が異なるんですが、日本の警察がダメだとかっていうのはそういう話ではありません、別に日本の警察は、えー、僕は思う感じですけど、別にダメではありません、そもそもに日本の、ね、例えば日本人、日本国民というのは別にダメな人種でもなければ、日本の警察というのも治安を守るために頑張ってくれています、しかし一部の事件に警察が機能できないんですね、一部の事件に警察が捜査できないんですね、一部の事件に警察は足踏みしてしまうんですよ、今回の神田沙也さんの事件が、えー、それに当たります。なんか から別に日本の警察を、ね、悪く言うとかそういった話ではないんですよ、まあ、メディアっていうのはう、ねえーまあ、その嘘をつきますから、さっき言った理由で,です、ね、外国勢力が、えーまあ、やってあの裏側を押さえているから、ねまあ、日本の警察っていうのも一部、ね、えーこのまあまあ、何とはちょっと言いませんけど、えーまあ、これに関してははっきりとしたことがわからないところもあるんで。 外国勢力がぎゅっと後ろを押さえてるんですよ、で特にこの、えー、北海道旭川っていうのは、えー、その傾向がまあ強いとで、これっていうのはまあ別の旭、ね、川の女子中学生の事件とかっていうのもあるんで、えー、この事,での事件って何かっていう話なんですよ、神田沙也加さんの事件とては何かっていう話なんですが、日本の警察、日本のマスコミっていうのが、まあ、マスコミっていうのはその外国勢力ですが、日本の警察で、ね、まともな人が調べようと思っても、首根っこを押さえつけられてて、調べられないっていうことです。だから警察が機能しないんですよ。

この事件においておかしいなって僕らが思っているわけですよなんで警察はあの調べないんだとかね何やってるんだっていうそれはね別に方を持つわけじゃないですけど、警察の人だと思ってると思いますよこれっていうのはおかしい事件が起こったなとで知ってる人もいるでしょうけどそれ警察の人がそれ言ったらねけ消されるそういった話になるんで、えー、言えないんですよでメディアっていうのはあの嘘ばっかついてるっていうね、えー、そういった話ですこの、えー、前置きの知識を、えー、持ってですね、えー、事件に望、えー、んでいきますそんなに、えー、この際 最初に話した話を、えー、分かっていただくことによってそんなに難しくないんですね、まあ、難しくないというのも失礼ですが、えー、嘘のシナリオ、裏のシナリオがあったと、えー、そういった、えー、ことです。 でこの神田沙也加さんの事件でですねこのマスコミ報道のまあ変な話、違和感、嘘そ、ういったものについて考えていくんですが、まあ、皆さんも思っていると思うんですが、またねコロ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 話が変わるんですね、2点、3点と、どん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 ん話が変わると、最初に言った話からね次、またちょっと時間が経ったら別の話を言う、それは何でかというと、理由は簡単なんですよ、嘘をついてるからです嘘をついて物事を隠そうとしているからです。 僕は、えー、そういうふうに思ってますあの、間違ってるんじゃないかって言われるかもしれないんですが、別にそんなことをとはやかく分からないですが、真相っいうのは誰にも分からないっていう話なんですが、その分からない真相を、えー、考えてるんですよな、なんとか分かれることはないのかっていうね、ね持ってる知識を使って、分かってる情報を使って、えー、なんとか、えー、分かれることはないのかっていうことを、えー、思ってるんですよ、でそのさっき、ねえー、皆さんにお伝えした話なんですが、まあ、非常に、ねえーまあ、シンプルにいきますが。 メディアっていうのは、えーまあ、いろんなこと言ってますけど、まあ、言葉は悪いですけど、まあ、独り言です。まあ、僕はもう独り言だと思ってます。えー、飛び降りたんだ、なんとかだって言いますけど、う嘘です。それをだから、まず嘘をやるということを認識した方がいいんですね。なんかもう、泥沼に入るんですよん。ちょっとこれはなんかおかしいけど、どうやってやったら降りるのだ落ちてないんですよ、うん。簡単に言うと、皆さんも思ってるでしょうけど、そこまでそう言い切る人がい,い,いないのかもしれないし、まあ、言い切ってはいけない話かもしれないんですが、 神田沙也加さんの、ね、宿泊してたホテルっていうのは調べて分かってるんですけど部屋の窓っていうのは開かないんですよ。相手も10センチぐらいっていうことなんですよ。どうやってここから降りるんですか飛び降りるって。わけ分かんないですよ。あの詰まってね、えー、飛び降りられないですよ、うん。わけ分かんないんですよ。そういう,そう,いうことを、ねえーまあ、言ってで。例えば、まあ、これって言うのもそうですが、後でバレるからね、えーまあ、状況、えー、情報、全て隠してるんですが、さっき言いましたけど、 あのホテルの部屋の窓っていうのは開かないんですよ、相手も10センチぐらいってことで人間降りられないんですよ。 この時点で飛び降りが無理であることっていうこと言うんですよ、もうね、言葉悪いですが、もう本当もうわけわかんないなと思いますけど、窓の隙間から落ちたとか言いますけど、訳わ,わかんないですよ、何言ってるんですかっていう話ですよ、完全にこのメディアの嘘に僕らが騙されそうになっているっていうか、だ騙されてるんですよ、でね後からななんんかかそのなんかさもね生きるのが苦しいんだみたいな、その後からこじつけの無理やりの理由ですね、うん、知りませんけど、恋愛がどうとか、そういった話を後から出してきてね、えーもうそう そういいううことをするっていう、まあ、メディアの手口ですね、そうって変更報道の嘘の手口です、でなんか知りませんけど、ホテルの部屋部屋にはねなんか窓がいくつかある、どうとかって言ってますけど、窓が開かない以上、そこからねそっからの話は,は全部嘘だっていう風にと思えばそれで終わるんですよ、別にあのでたらめ言ってるわけじゃないです、あの飛び降りたとかね転落したとか、ね、え嘘です、入り口がもう嘘だからです。 だここから何がわかるのかというと神田沙也加さんという方は飛び降りでもなければ転落事故でもないということです。うん、で例えばこういった話を僕がするとね、まあ、皆さんそう思われないかもしれないしまあ、思われたらまあ申し訳ないんですが嘘なんじゃないかってねな,なんでデたらめ言うのかっていう話なんですがデたらめではないですよ、みんながそういうことを思うんですよ、えーね。僕たち一般人、僕たち日本人はですね苦戦してます、情報が少ないから、でも他の人も思います。 一般人がですね SNS を考えてどうか、ああか、これってうのはおかしいんじゃないかな、何なのか、これ何隠してるんだということを思って、1人追及した人がいたんですよ、このこういったことからね、ねやっぱりこうもう嘘をね、えー、まあ、つけなくなるわけですよ、だからこう僕が皆さんにお伝えしているように、あの嘘であるということを認識することによって、こういったうもうまかり通らなくなるんで、そ,そこのそこに何とか行こうとしてるんですよ。 何かって言ったら、一般人がこれ事件を、ねえーまあ、追及しておかしいと、えー、感じたものを、えー、投,稿投稿したんですよ、これは本当に、えーまあ、言葉が悪いですが、すごくあのいいところに目をつけられている方がいるなと、まあ、僕は思ったんで、えーまあ、その方の情報を、えーまあ、お話しさせていただきたいと思うんですが。が 僕らの先ほど言ったけどメディア洗脳で嘘ねそれに騙されてるんですがその嘘を一回捨ててですねこうフラットな状態で考えるとですね実はこの神田沙也加さんが窓から落ちたっていうそこですねホテルの部屋なんですかから落ちたっていうとことですね。 落ちた場所、発見された場所っていうのはおかしいっいうことなんですよ、これ、まあちょっとあの別のコンテンツでも言ったんですけど、岡田由紀子さんもこれ同じパターンを取られてるんですね、僕らっていうのはあの視野が狭くなって、近視眼的に見せられてるんですよ、別に僕らが悪いとかそんな話じゃないです、メディアが悪いんです、そうやって嘘をついてね、ね変更報道って僕らをだ,だしてるんですけど、もうちょっと一回広く引いて解釈することによってですね、 この窓から落ちたと仮定すると、その発見場所までの距離、ですねその落ちた部屋からの距離を確認することによって、ですねこれその調べた人も多分、感じだと思うんですが、窓から部屋から落ちたとですねこの発見した場所、距離が辻褄が合わないということなんですよ。 この時点でこれもう見抜いたんですよね。うん、これ、この人は多分、まあ、誰とか知,知らないですけど、めちゃめちゃ頭のいい一般人がいると思います。まあ、僕も必死に考えますけどね。やっぱりちょっとあのまあ、正直言ってね。普通の人ですし。 やっぱり、ね、一般人なのでそんなに考えることがあってもそこまでやっぱ気づけないし、まあ、あのリスナー様の方が気づくことが多くてすごいなと思うことがあるんですよ、みんながいろんな思いを持って調べました、えー、そしたらですねこの神田沙也加さんが窓から落ちたこととですね発見された場所に距離があったということでこれっていうのは物理的に無理であるとそういういうに解釈します、これを隠すんですよ、こういったことが、えー、誰かが追及してばれそうになるんで、これはすぐ後ろから力が入って、これはまずいと、すぐ隠すんですが。 マスコミはこのようなことを隠しています、本当のことを隠しているとこういうことですよ、皆さんにお伝えしましたけど、もうおかしいわけですよ、そのね、も,もしもですよ、嘘、まあ、嘘っぱちでたらめだと思ってるんで、相手にしませんけど、もしも窓からえ落ちた。 飛び降りとかっていったら,窓開いてますから全部ね、ねでその落ちたにしてもその距離っていうのが、えー、おかしくないはずですだから、僕は、えー、まあ、これっていうのはまあちょっと憶測空想になるんでま、えー、まあちょっとまあね、えー、お伝えすると,ところがまあ難しいんですが、えー、全然別に部屋とかでどうこうなってないと思います。 あの部屋に鍵がかかってると、そうやっ嘘ついてますけど、別のところで例えば薬を飲まされたとかね、えー、あとその、えー、裏側であのつながってるんで、メディア、警察、あと病院も可能性があります、グルーの可能性、その例えば行き,行,ききのあの行き先の病院で,です、ね、それで薬で消されたとか、そういったことを思ってるんですよ、でもやつらってのは絶対それを言わないんでね、間違ってもあの病院で消しましたって、事件になりますから、事件にならないように警察の首根っこをつかんで、事件性がないってことで操作させ、捜査させないように、メディアに嘘をついて、 デタラメを言って僕たちが分からないようにしてるんですが、日本人は別にそういうところはあの頭がいいですから、全員ね、まあ、僕もリスナー様もそのこの調べた人も何かおかしいっていうことを思うんですよ思わないでもテレビに騙されている人っていうのはちょっと残念なんで、ね、どうにも言いようがないんですけど、そういったことに気づいてもらいたいと思ってこういったことを一、ね、石、まあ、を投じようとしてるんですけれども、であのこれっていうのは、ね、皆さんも思ってるかもしれないんですが。<laughs> 神田沙也加さんという、えー、有名芸能人の方がこれ亡くなったとっいうこれっていうのは非常に大きな問題なんですがそれ以上に、ですねそれもそていうか、まあ、それと同様にそれ以上にですが何かというとこれ日本人がですねあの日本国内で、えー、丸されて消されているわけですよ、でそれをあのこのうやむやにして、えー、何もなかったかのようにしてことを終わらせようとしているわけですよ、そういったことがまずいということに多くの人が危機感を持っているわけですよ。よそれをまあ僕もお伝えさせていいただいてるっていう this. 神田沙也加さんというのは飛び降りではないですからねと僕は思ってますねで、全くの嘘です。で、この、えー、マスコミの嘘というのは徐々にばれてきたんですね。うん、で、えーまあそ、そこらへんからですね、えーまま、こういった僕の話の実系列を考えていただくと分かるんですが、徐々に嘘がばれてきたんですよ。で、裏側で、えー、意図がつながっているんで、マスコミ、えー、警察がです、ね、つながっているんで、これは嘘がばれるということで、警察の裏から圧力かかったんで、えー、すぐですね証拠を消したって、今度、そういった話を、えー、考えていきます。 神田沙也加さんの事件をですね、すぐにこれもみ消したともみ消そうとした動きをこれ出しましたね、これってうのは完全にそういった動きを出したんで、えーまあ、インターネットで調べていて他の方もおっしゃってましたが、えー、三浦春馬さんの時もこれ同じ構造をとっているんですよ、やつらのパターンってのは常に同じなんですよ、形とか人が変わる、場所が変わるんですが、やることはやることっていうか、そうやって汚いことをやる同じなんですよ。 神田沙也加さんの件というのはね、ね、えー、もちろん真相が分からないという状態に入ってますが、僕はね、えー、飛び降り自前でもなければ転落、えー、事故でもないと思って、その口封じに消されたと思ってるんですよ、で、えー、例えばそのなぜということに関しては今回はあの言いません、他のコンテンツでお伝えしたんで、であんまり例えばそういった話をするとね、えー、分からないとかって言われてもね、ね、えー、今回じゃあその話には触れません、しかし決定的にこれ、おかしいっていうことがあります。 神田沙也加さんが亡くなってですね、なんと、えー、どうかなっていう、まあ言ってしまえば <coughs>、まあ、白か黒、まあ、白っていうのは地丸、ね、えーまあ、黒っていうのは、えー、事件の可能性がある、えー、あるいはどちらかわからない、えーまあ、その間の状態に、まあ、グレーゾーンにいるかもしれない、少なくともグレーゾーンにはいた、えー、っていう状態にもかかわらずですね、なんと1日で仮装してます、これありえない速さですよ、皆さんも思うと思いますけど。 なんで人が亡くなってね、ねそれに事件性があると考えられるのに、このようなありえない速さで仮装したのかという、これっていうのも考えられる可能性は一つ、証拠隠滅の可能性が高い、あの本当かどうかというのはわかりませんが、神田沙也加さんの遺体の状態がですね損傷していたということも言われているんですよ、まあ、本当かどうかっていうのは僕らね、確認のしようがないし、でさらに言うと、そういうことを確認,しないように確認できない、ね、証拠隠滅を図ったと思います。 1>, えー、1日で火葬してしまったんで、えー、証拠が分からなくなりました神田沙也加さんの遺体をですね、えー、1日で火葬したことによって全ての証拠を消しました、えー、もしこの後に何か不都合なことが出てきても分からないように証拠を消しました、えー、全てが追及できなく、えー、なった状況に陥っています何でこういったことができるのかというと警察の裏側に圧力がかかっているんですよ日本の警察が捜査しようにしても捜査ができないものが犯行グループに深く関与しており、えー、警察を抑え込んで、えーまあ、警察も、えー、まあ 飲み込ままれてこのようなな形になりましただからもう皆さんも思っていると思うんですが、まあ、僕も思うんですがどうにもならない状態になってしまったんですよ神田沙也加さんという方はね先ほどの亡くなった当初の状況であるとおかしいと思っていたんですがすぐにですねメディアは自丸と判断してそしてこの1日という早さで仮装に持っていくということで証拠を消してしまいました こういったことから、この事件というのはおかしいことがあって、マスコミとか警察、あるいはまあ芸能界もそうかもしれないですが、裏側で,です、ね、見えない力が働いていると、そのように考えるんですね。犯行グループというのは、ある程度このような感じかなと思ったりもしますが、それに関しては分からないので、ね、もちろん誰がやったかというのは分かりませんので、そういったことに関しては、発言を控えます。そして、この事件というのは、まあ、皆さんがどう思っていらっしゃるか分からないんですが、 このですね神田沙也加さんに対して、これ1つ狙いを持ってやったなと、まあ、僕は思うということをねお伝えしていこうと思います。これっていうのは、この1人の神田沙也加さんだけの事件ではないんですよ、他にも以前にもこの同じ形を繰り返したことがありまして、マスコミ、マスメディアのこの事件の狙いを考えていきます。 この事件というのは、1つ、えーまあ、そうだろうなっていうか、まあ、そうだと思うんですが、1つ狙いを持ってやられている可能性があるんで、もちろん。あの <coughs> うん、口,口封じに消されたっていうのは、それをやったのはもちろんマスコミでもなければね、えー、もちろん警察でもなく、まあ、その裏組織の人間がやったと思うんですが、えー、この神田沙也加さんがですね、えー、事件にあった後これをですね言葉が悪いですが、悪用している可能性があるんですね、えー、ウエルテル効果というものです、ウエルテル効果と、えー、有名人が、えー、自ら異世界に行ったとっいう、そういったことのこの関係について考えていきます、これも先ほどの,あの MK ウルトラというものが関係してくる可能性があるんで、それを考えていきます。 ウエルテル効果っていうのを初めて聞く方がいらっしゃるかもしれないんですが有名人がですねまあ、亡くなった後に、まあまに絶望してファンの方が、まあ 同様にというか異世界に行ってしまうというそういったことなんですが、これというのはメディアの報道というのはこのウェルテル効果を示唆している可能性っていうのがあるんですよ、さっき言いましたけど、本当のことを隠す、あるいはね外国勢力、あるいはそのアメリカシー c ーっという世界をえまあ裏側で操る、そういったものたちですから、何を考えているかわからないですし、僕らに本当のことを言うなんてことは全く思わないんですよ。ここのののさんん事件といううは何を考えているのかっていうことなんですすけどもうすぐメディアマスコミって、ね 自丸えっとあの、えー、決めてるわけですねで、えー、これは本当の話ですがメディアの狙いというのはまずこの神田沙也加さんの事件を自丸として終わらせたいんですよ間違ってもあの消されたとか、ね、口封じとか僕はこの言ってるようなことっては探られたくないんですよあの部屋から飛び降りれたといううだなってあの窓から降りられないなとかね、えー、その先ほどのお話なんですけど一般人の方が検証したらその、ねえー、落ちたことの距離がおかしいなとかそういったことを追及されたくないんですよ。だから、えーまあ、ななるるべく証拠となるものを、えーまあ してるんですねでこれは皆さんも思っていると思うんですが、えー、これっていうのはこう一つ狙いがあると思うんですが、神田沙也加さんのですね、えー この亡くなった、えー、後に出てくるんですが、心の相談とかっていう案内の、ね、テロップとか、メディアがそ出してきますが、これっていうのは、いろんな意味があると考えられるんですよ、もちろん別にデタらめじゃないですよ、真剣に考えて、これっていうのはこうなんじゃないかっていう、えー、あれる可能性を追求あのするんで、まずメディアの、えー、これっていうのは、印象操作なんですね、印象操作っていうか、日本国民にこういったものをあの植えつけようとしてるんですよ、神田沙也加さんは自丸したって、ね、自ら命を絶ちましたっていうことを、あの国民日本国民に、えー、植えつけてるんですね。 であとは、えーこのまあ、神田沙也加さんという、まあ、有名人若くて人気のある方がです、ねえー、自丸したと、えー、いうことになるとです、ね、これ日本人が後追いする可能性があるんですが。 外国勢力というのはこういうことも視野に入れてる可能性があるんですねまさかとかって思うかもしれないんですが、えー、この <coughs> まあ cia の mk ウルトラっていうのは何が恐怖かっていうと人間のそう感情がですね、えー、ちょっとしたことが食い違ってそこからですね、えー、国家間のまあその紛争になったことっていうのも過去あるんですよ人間をどういうふうにしたら、えー、何になるかっていうのがわかってるってこういう脅威があるんですよ本当にこれっていうのはあの まあ知ってる人が多くいらっしゃるのか分からないんですが、MK ウルタルってこれ恐怖なんですよね。人間が混乱するし、人間がどうなっていくか分からないって、そういったものを、えー、研究してるんですよで。そんなことは嘘なんじゃないかって言うと、ではありません。えー、きちんと CMA の公式文書に出ているんで、僕、それ見たことありますから、ちゃんと調べてね、あこういうことでやるのかっていうことを思ってで、僕らっていうのは知らないとやられるだけなんですよ。こういうことを知ることによって、ですねそういうことをされなくなるし、えー、誰か知ってる方がそういうことを言うことによって、えー そういったことに騙されなくなるんですねでもちろんこ,ここから話す話ってのは分かりませんけどその神田沙耶香さんという方とですねそのまあまあ <laughs> 作品ですよねまぁ、あ、ディズニーの作品でこれっていうのはこの,この作品っていうのはその世界の支配層の、えー、まあ、資金源なんですよあの 国際金融資本とか、そういったものの資金源になっているので,で、当然ですが、自分たちの資金源をですね、自分たちの傘下の人間にやらせたいんですが、神田沙也加さんはそこの傘下の人間ではなかったにもかかわらず、そこに出ていて活躍して、多くの、えー、ファンの人から支持を得たんで、えーまあ、それをいいと思わなかったんでしょうね、だからこの神田沙也加さんを、まあ、他にももちろん理由があると思いますが、さまざまな事情からですね、口封じに消して、えー、そ,その結果その、ねえー、その方を支持しているファンの方を消そうとしているという、後追いに見せかけてね。 すべて情報操作、えー、マインドコントロールから来ている、非常にこれってのは危ない状態に入ってるんで、それをあのそのことについてあの一石を僕と、投じようとしてしてるんですよ。だからこういう、何も知らずにテレビを見てるとね、ああ、そうかと思うかもしれないですが危ないですよ、ここの相談の案内っていう、もうそもそも自丸かどうかっていうのもわからないし、まあ、自丸でないと思いますけど、事故でもないと思いますそういったところで、えー、ねもうあたかもこう神田沙也加さん、心に何か悩みを持っていたということを、国民にあの植えつけてるんですよ。うん だからあの言葉が悪いですが、日本国民の、ね、ファンの方を、えー、後追いするようにそういうふうに、えーまあ、示唆しているとも取れるので本当にあの恐怖な状況に入るんですよ、メディアとかテレビというのはそういったものをです、ねえー、使って洗脳しますから,からこれがいわゆる一部の人間たち、一部の少数の人間がこの世界を動かしているという日本にもそれが当てはまるので世界ででもそうです、えー、世界のメディアというのはそういったものたちがです、ねえーまあ、支配層、あるいは支配層の参加の人間が、えー、コントロールしていますから。 え大衆です僕たち日本国民、あるいは世界の人々を大衆をさまざまな印象操作、情報操作を繰り返すことによって、えー、やつらの思う方向に持っていこうとさせるという、それが MK ウルトラの恐怖ということです。 こういったことももちろん、えー、まあおそらく上の人間たちっていうのは分かってやってるわけです、マスコミ上層部、あるいは警察っていうのはま、えー、まあこね、えーまあね事件を調べようと思っても調べられないということです、で二次被害につな、えー、がるということですで、この話をするとねん本当なのかって思うかもしれないんですが、この神田沙也加さんの話だけではねわからないかもしれないんですが、例えば皆さんがご存知の芸能人、日本の有名芸能人がおります、3人ほどですね取り上げて考えようと思うんですが、 岡田由紀子さん、尾崎豊さん、ヒデさん、この3人この3人もこれ同じ形をとってやられていると思いますね、特に岡田由紀子さんに関しては高いビルからの、ね、飛び降りということになっていますから、これも先ほどの神田沙也加さんと同じ飛距離の問題が難しいという話とかね、まあ、おかしいことがたくさんあるわけですよ。 事務所の上の方に登っていって落ちたとかっていうけどなかなか事務所の、ね、屋上には登れないという女性の方が、ね、看板が多すぎて、しかしそういったことを全て隠していると尾崎豊さんもそうです、ね、顔が例えばおかしな感じで、まあ、明らかにこうなんか傷を負ってるにもかかわらず自分でやったって自分でやるわけねえだろうっていう話なんですよ、しかしそういったことを全て警察、裏に他のその、まあ、マスコミもそうですが圧力がかかって、えー、口封じに消されて。えー あのあにつながる、えー、ファンが多いですから岡田裕子さん尾崎豊さんまあ秀さんという方ねで秀さんもそうですね、えー、首吊りドアノブで首吊りとかって言ってますけどまあ皆さんも思ってるでしょうけどドアノブで首吊りってどうやってやるんだって話ですからねそれはもうドアノブドアノブで首吊ったっていうふうに見せて普消されてるって話ですでこういうおそらくですが若者まあ今回の神田沙彩花さんもそうですが若者に支持されるまあ要するに影響力を持った芸能人というのはですね影響力がありますから、えー、そういった方を を支持している人をえ何かしらの形でえまあその異世界に送り込むとかってそういったことを考えてるんです。だから日本国内において非常に危ないことが起こってるんですよ。昔からね。えー、でこの まあ多くの方が関心を持たれる芸能人が変な風にして亡くなっている、異世界に行っているとおかしいなとかと思うんですが、最近ではもう2020年ぐらいからこれがですね早いスピードで出てくるんですよ、もうどうなっているのか分からないというようなことなんですが、あの本当にあ危ない話なんですね、その三浦春馬さんの件からそうです、三浦春馬さん、竹内優子さん。 えー、芦名聖さん、藤木隆さんね、ね、えー、角舞佐さん、えー、久保寺明さんとかそういった方もそうですし、今回のこの神田沙也加さんもそうですあの、メディアっていうのは嘘をつく、マスコミっていうのは嘘をつく、えー、こういったものが裏でなされている可能性がある、僕が言っていることが本当かどうかっていうのは全部正しいかどうか、そんなことはわからないです、僕は一応、精一杯調べてこうなんじゃないかと思ってるんですが、もしもちょっと違うんじゃないかと思っていただいても、それはそれでいいんですよ。こ、えー、こういったことに日本国民が気が気くべきです メディアが言う嘘です。で、このね、飛び降りだとかっていうと嘘です。それはなんでかっていうと、窓が開かない、窓の大きさが小さい、あるいはですね、落ちたところの距離がおかしいとか、で、うやむやで何もわからないまんまね、この。<coughs> 心の相談とかっていう内容が出てきたりとか、もう訳わからないことが起こってるんですよ。で危ない状態に入ってるっていうことなんで、えー、まあ、そ,うそういったことをね、1、えー、人でも多くの方が分かっていただければとで、あんまり今回は言ってないですが、例えばその外国の話をするとですね、あんまりちょっとよくわからないということで、えー、変にね、えーまあ、誤解っていうか、まああの <laughs>、まあ、理解の妨げになってもと思ったんで、まあ、ちょっと今回は、あのー、 日本国内の話に、まあ、ちょっと分か,るか分かっていただけるように努めて、えー、お話ししてみましたということで本当、ね、神田沙也加さんのご冥福をお祈りいたします。まあ、ということで、えー、今回は、ね、この神田沙也加さんに関する、まあ、謎について、まあ、これってのは明らかに隠してますから皆さんも、えー、そう思ってらっしゃると思うんで、えーまあ、何かの参考にしていただければと思いますので今回はここで終わりです最後ままままでいいいいててたたただきましししありがとうございました失礼いたします。